ジャケリネ・カルバリョは、ブラジルのバレーボール選手、レシフェ出身。ポジションは、ウィングスパイカー。ブラジル女子代表、ブラジル男子代表のムーリオ・エンドレスと結婚。元ブラジル代表のグスタボ・エンドレスは義兄にあたる。4歳の時から、地元のスポーツクラブでバレーボールを始める。ポルトガルで開催された1999年、世界ユース選手権で、 銀メダルを獲得2001年世界ジュニア選手権では優勝するとともにベストプレイヤーに選ばれたその後2年間ほど膝の怪我のためバレエを満足にできない状態が続いたが2005年にはブラジル代表に復帰し同年のワールドグランプリワールドグランドチャンピオンズカップでチームを優勝へと導いた2008年北京オリンピックでは金メダルを獲得した 2006年にスーパーリーガのレクソーナーデスからイタリアセリエ A のイエージへ移籍。スペインリーグのムルシア、セリエ A のペーザロを経て2009年にオザスコへ移籍した。2010年に代表へ復帰し、ワールドグランプリではベストスパイカー賞を受賞した。同年の世界選手権には攻守で活躍するが決勝でロシアに敗れ銀メダルとなった。 2012年のロンドンオリンピックではチーム2連覇に大きく貢献した。ありがとうございます。